こんばんは。こんばんは。夏に飲みたいお酒5選。はい。すぐすぐ。こっちからだ、大体。チャ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 発信ない。というわけでね、飲みたい5選ですよ。夏です。夏ですね。夏ですから。暑い。暑いんでね。もう連日猛暑。まあそれに似合うお酒。うん。いいじゃないですか。いいですね。はい。本日はそちらをね、はい、まあ語り合っていきましょうよ。ええ、はい。というわけで今日も行ってみよう。夏。夏です。はい。もう今や38度とかね、余裕でありますよ。近い気温になっちゃってたりとかして。ありますから。車の温度計やばいことなんですよ。やばい。43度って。そう。そんな中ですよ。帰ってきて、クッと一杯。あ、いいですね。まあ旅行先でもいいでしょう。いいですね。夏休みですから。はい。飲んでみたいななんてお酒。これが合うようなんてのは行ってみたいですね。はい、個人的には、うん、温度無用で、うん、ビールです。はい、そうですね。1個目はビールですね。はい、これは温度無用、確かに。はい、うん、おー、間違いない。間違いないですよ。うん、生ビール。金のいいですね。凍ったボトルで、ああ、そんなのもいいですね。凍ったグラスか、はい、グラス、うんうん、いいでしょうし、うね、まあ瓶でもね、まあ、ちっちゃい瓶が食ってあるのもいいでしょう、はいはいはい、いいですね。どう、やっぱ重ためじゃない方がいいよね。軽い方がいいですね。もうちょろなんだもうちょろってスタウトとか飲みたくないもん。そうなんですよ。黒いやつバイゼンとかやめてくれっつって。黒いやつとかちょっとね、もうやっぱ黒いやつは冬とか ね重ためのやつは冬がいいですよ。キンキンに冷えたスタウトとか美味しくないもんね。そうなんですね。マジみたいな、うん、冬が飲むとね美味しいんですけど。美味しいですけどね、はい、もうさっぱりしたやつですね、はい、まあハイネケンとかですか。あ、朝日スーパートライ。ああ、そうですね。あとはハートランドとかもいいですね。コロナ、あ、テカでメキシコ系ですか、うん、もういいですね、うん、ああアンコールビア。アンコールビアね。でもね、頭痛くなるんですよ。まあそうですね。あと日本にはあんま売ってないですね。売ってないですね。そういう感じのもの、うんうん、ビールはおすすめしたいですね。ハイガーとかね。ああ、いいですね。ベトナム系のやつとかね、いいですね。いいと思います、うん、そういうさっぱり系、うん、下手したら氷入れて飲んじゃう。ああ、そうそれぐらいのものが夏は合いますね。まあそんなものがいいですか、うん、いいですね、はい、ビールいいですね、はい、まあプラッと入った居酒屋さんだとしましょう。ああ、居酒屋さんね。夏、暑い中歩いて仕事終わって、はいはいはい、帰り一杯飲んできましょうかなんていう話になって、はい、まあ電車まで余裕あるからな、なんですかね。設定が長い。小馬刑事一杯飲んじゃうなんつって、はいはい、いいっすねーなんつって長いんだよ。部長なんつって。部長いいっすかーなんつって行っちゃいましょうなんつって、木曜日ですよ部長なんつって長いっつって。まあビールはさっき紹介したから、うん、ビール以外で世界、はい、入って何飲みます。そうっすね、ジャブジャブ飲みたいっすよね。ジャブジャブ飲みたい。僕ホッピーだったね。あ、ホッピーもいいね。いいよね。ホッピーもいいですね。凍ってるやつ。凍ってるやつね。シャリのやつ。シャリ中のやつ。いや、浅草周辺にしかねえんだよ。そっか。東京系しかないんだ。東京系しかないのか。ホッピーは。そうだね。うん、関東圏くらいですか、ギリ。そうなんですよ。タルハイ。あ、タルハイ。いいっすね。ね。まあ、ないところで言えばレモンサワーとかそういう感じになりますかね。あ、サワー系っすね。サワー系。はい。タルハイレモン。あ、いいですね。いいっすね。うん、あ、もうペロ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 、何入ってんだろうって。あれ、なんであんなペロペロなの。俺、2杯でペロペロになれるよ。あの、なんでだろう。そう、あれ、不思議ですよね。不思議。度数が高いんですかね。度数ですよ、そんな高くはねえと思うんだけど。飲み口は優しいですからね。そうごくごく飲めちゃう。そう、すっきりしててね、ほんとね、うん、飲みやすいんですけど、はい、なぜかペロペロ。お店によっちゃね、そこにもうちょっと焼酎入れて樽ハイでやってたりとかするから、はいはい、さらにっていう、もうガッチャガチャですよ。でもいけるなんてしまって、レモンサワーですみたいなね、出し方してますから。まあでも夏いいっすね。いいっすね、夏はいい。樽ハイはね、居酒屋さんでしけたハイボール飲みます。いや、どんなに暑くても俺緑茶ハイとかしか飲む。ああ、そうよね。居酒屋さんでハイボールをチョイスするってあんまりないですよね。もうね、大体決まってるしね。来るんでしょみたいな、あれがなんす。そう。じゃあ旅行先ちょっとした旅館でとか。あ、旅館どうですか。冷や。いい。冷や。
日本酒ですね。日本酒の冷や。日本酒はいいですね、冷や、うん。あとは、日本酒最近はね、スパークリングみたいなのも出てますから、ああいう感じのものいいですね。山の温泉旅館とか行ってんのに、はい、すっげえ刺身出てくるタイプでしょ。そう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 。どうせ。どこの魚だよ、みたいな。それでも冷や。冷やがいいですね。やりながらね。ちびちびやりながら。そうそうそう、すき焼きみたいなの見たりとかしてさ、あ、いいですね、いいですね、うまいね、うまい、あ、湯から来て、あ、いいですね、景色真っ暗になっちゃう、見えやしない、そうそうそう、まあ、でも、もう我々は子連れになっちゃうから、あ、そうですね、そういうところ行ってもなかなか楽しめないんですけど、あ、奥さんと2人とかね、いいですね、彼女と2人とかだったら、いいんじゃないですか、完璧ですよ、完璧ですね、うん、露天風呂付きのお部屋取ってさ、はいはい、いいじゃないですか、いい、日本酒飲んでフラフラになって、そう、まあ、大体フラフラなんですよね、ああいうところで、僕だけですか、みんなそう、やっぱりフラフラ、いや、フラフラまで行かないです、行かないですか、うん、僕一人旅とか本当するんですけど、そん時は本当ね、あ、なんかちっちゃい瓶ってあれ 何号ぐらいあれって2号ぐらいか、2号ぐらい、いいとこ、2号、俺3、4本飲んじゃう、おー、全然フラフラなくないね、なんかジャンジャン来るじゃん、ジャンジャン来ます、ジャンジャン来ますよね、ジャンジャン、なんかおかみさんじゃ、中井さん見ればジャンジャン来るじゃん、ジャンジャン来るよ、一人旅行ってしたことあります、一人はないです、一人旅の時の中井さんジャンジャン来るんです、注いでくれる、もうなんか、ああ、そうすれやな、喋りながら、飯食いながら、もうなんかついててくれたりとかしちゃって、そうそうそう、なんかえらいことになっちゃう、でももう一本行きますんだからお願いしますじゃあ取ってきますねなんつって、そんなんなっちゃう、すごい、大体一人旅の男に着くのはおばあちゃんベテランのババアしか使う、またそれが面白いなんかあったらいけないみたいになるのかな、わかんないですけど、若い子つかないです、そうです、夫婦2人とか、うん、彼氏彼女の関係でいくと多分もうさっと引いちゃう、ね、あ、そう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 、うん、いや、いいね、いいね、で夏のバーってなんですか、夏のバー、バーカランコロンカランです、カランコロンカラン、いや暑いっすね今日も、なんつって、そう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 、暑いのにあったかいおしょうゆ渡されたりして、いらっしゃいませ、なんつって、いらっしゃいませ、ちょっと冷まして顔拭いたりして、顔拭かねえ顔拭かねえからな、まあでも定番ですかね、ジントニックですかね、ジントニックですね、かなりさっぱりしたやつくださいって言っちゃうんですかね、うんうんうん、あのね、僕この前ほんとね、面白いものなんですけど、松ぼっくりの若い青ぼっくり、それをつけた、まあ、おっかなのかな、なんか、まあ、ジンじゃなかった、まあ、それをジントニック風に、もうすごいね、爽やかで、ちょっと草っぽい感じ、はいはいはい、その感じがね、もう夏って感じ、へな、まあお家でやるじゃないにしても、なんかね、あのハーブ入れたりとかね、杉の葉っぱ入れたり、杉の葉っぱ入れるのかな、わかんないけどなんかね、そういうのを入れてるジントニックとかは今時期いいですね、フローズンジントニックみたいなの作れないんですかね、やれなくはないですけどね、まあ、かなりシャリシャリのさ、あ、そんなの、キンキンシャリシャリの美味しいですね、ジンベースの、うん、ほぼ大切りみたいな、まあだお酒で例えば上の部分作っちゃってフローズにして、下はトニックウォーターで満たしてて、上にダバダバってかけて、こうお客さんにガシャガシャやってもらえたら、はい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 、面白いですよね、そんなのいいですね、大切りはラムだ、うん、そうです、大切りはめちゃくちゃラムですめちゃくちゃラム、全然ジンじゃなかった、まあ、フローズン大切りとかも、まあ、夏はいいですね、確かに、ね、で俺一回あれですよ、ジョッキでって言われたことあるんです、フローズン大切りえっつってお相撲さんみたいな人にフローズン大切りチョッキでピタピタで、あ、家で飲むとしたら何がいいですか、家ではね、まあ、僕あんま家では飲まないですけど、じゃあ例えば家でちょっとクッとだけしか多分飲まないと思うんですよね、は3000円4000円台のウイスキーを冷凍庫でぶち込んどいて、ショットでトロトロにしたやつを飲む、はいはいはい、いいっすね、昔やってましたよ、ボーモアとかさ、はいはい、まだアイラ全然安かった頃入れといて開けてくる、そんなのは夏はすごく良かったですね、はい、夏で僕はウィルキンソン500の炭酸のペットボトルをストックで冷蔵庫に何本か入ってるんですけど、で冷凍庫にはスミノフが入ってるんですよ、あ、スミノフ、冷凍スミノフ、ウォッカ、こう家に帰ってきてまず冷蔵庫開けて炭酸取り出してプシュッって開けて二口飲む、はいはい
炭酸を炭酸だけを二口プレーンソーダを二口の、はいはい、で浮いたその微妙な二口分にあ、空いたところね、スミノフのウォッカを冷凍されてるやつをダバ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 って入れて、うん、蓋を閉める、うん、ひっくり返す。なるほどなるほど。そうするとブワーっていって、はいはい、もう一回炭酸がパンパンになるぐらいまで来るんですよ、はいはいはい、でもう一回プシッと開けてガブ飲みするっていうのをしてます。あいいね。雑なんですけど、かなりさっぱりしてうまいんですよ。ほとんど炭酸の味とちょっとアルコール感だもんね、それってね、うん、レモン風味が欲しいなって時はミルキンソンのレモンを買ってみたりとか、いいじゃないですか。フレーバード炭酸みたいなの売ってるじゃないですか、ああいうのを買ってきてやったりしてますね。あいいですね。それこそコーラでもファンタでもいいですしね、うん、ペットボトルね、2口とかね、確かに確かに足しちゃえばいいから。あとはね、梅酒をやっぱりね、凍らない程度にキンキンに冷やして、はい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 、で僕好きなのは赤ワイン梅酒みたいなのがあるんですよ。そんなのガンガンに冷やしといて、それをキンキンにしたまんまで飲むとか、そんなのも好きでやりますね。サングリアとかもいいね。ああそういうのもワイン系もいいですよ、うん、氷入れててねやるとか、うん、ありかななんて思いますが、意外とモヒートとか飲まないですよ。モヒートはあんま意外に飲まないね。飲まないですよね、うん、モヒート飲みたいなってなるときあんまないまあないね。なかなか夏だしモヒートがいいなってないよ、ね、あんま僕はな、まあなんだろう、バーとか行っても手間かかんだろうなとか、まあ、あと味はある程度 ね不思議なものじゃないじゃん。そうそうそう、すでにそんなに、うん、だから、まあ、なんとなくわかるし飲まないかな。モヒートどっちが好きですか？炭酸ありとなし。なし、なしのがまあ、そうですよね、うん、それなりのバーに入ってモヒートくださいって言って、うん、すくサワーでできたらちょっとするんですよ。あ、そうです、ね。満を持してモヒート頼んでて、ああそっちかっていうスタイルだからね。でもね、そうですね、まあ、お店によってね、こだわりでしょうから、まあ、クラッシュアイスでいいんですよ、ね、クラッシュアイスでガシャガシャガシャにしてもらって、もうラムの味わいとミントでっていう感じで、そういうの方が好きですね、うん、まあ、飲みにくいっちゃ飲みにくいでしょうね。まあちょっと重めにはなるかな、うん、お酒飲んでる感はやっぱりそっちの方があるよね。こだわりにすると、まあ、さっぱりなドリンクになっちゃうよね。ハワイのロイヤルハワイアンに行って飲んだモヒートめっちゃうまかったんですよ。まあ、季節とかそのあれなんでしょうね、気候ですね。気候に持ってかれてるんでしょうね。そうです、雰囲気で飲んでるんだなって。僕もカリブ海の方にあるバハマっていう島に行ったんですけど、そこで飲んだピナコラ。ああ、ピナコラだった、うん、めちゃくちゃうまかった。やっぱね、あっちの気候、まああったかい気候って、ああいうミルク系みたいな、なんかああいう感じのものもすごい美味しいんだよね。季節で言ってたよね。あんまやっぱウイスキー飲みたいと思わないっすもんね。そんなにないよね。うん。やっぱ冬の方が似合うよね。冬の方がうまいなって思いますね。うん。不思議だよね、やっぱりこう考えるとね。やっぱね、寒いところで作ってるものはそれなりに、そうね、似合う時期があるんですよ。無性に飲みたくなると思いますね。バスワパインとかめっちゃ飲みたい時ありますよね。夏っぽいもんね。確かにあるわ。というわけでね、うん、5選でした。はい、5僕らの5選ですから、これはもはや何本やったか覚えてないぐらいです。そうだよ、喋りすぎて喋りすぎて何だかよくわかんないですけど、はい、まあ皆さんもね、うん、夏こんなもの飲むようなんてコメント欄にいただいて、はい、まあ、もしくはもう全然わかんないなーなんて、お酒そんな知らないなーって方は今の参考にしていただければなーなんて思います、うん、はい、それじゃ今日はこの辺でまたー。ありがとうございました。ありがとうございました。 YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。